はい、おはようございます。ラスカルでございます。最近ですね、めっきり気温が寒くなってきて、ちょっとね、あったかいもんが食べたくなってきたんですよ。なので本日は贅沢にもたくさんのね、お肉を用意いたしました。そのお肉を使ってすき焼きとしゃぶしゃぶを楽しんでいこうと思っております。ということで、一旦野菜とかを調理してきて、こちらの部屋に持ってきたいと思います。はい、ということで、ただいまこんな感じで全て準備が整いました。お肉やばくないこちらがすき焼き用の和牛と、でしゃぶしゃぶ用に豚とラムロールがございます。こちらの和牛ね、 A4 以上のすごくね、質のいい牛肉らしくて、もうめっちゃお腹空いてるんですよ。もう早く食べたいから、紹介はこれぐらいめちゃくちゃお腹空いてるので、早速ね、これ作っていこうと思います。では改めていただきますと、一旦時間かかるんで、こちらの和牛ちゃんすき焼きに入れていこうかな。よいしょ、入った量も多いんで、これ一気に入れちゃいましょう。ドンと。じゃあその間にちょっとしゃぶしゃぶ楽しもうか。これしゃぶしゃぶもね、相当量あるんで、これ一気に、これ豪華に、これね、一気にいっちゃいますね。これよっと、はい、うわ贅沢だなこれ。そうそう、この豚ちゃんもいい感じに仕上がってきた。よいしょ、豚肉はこんな感じでございます。よいしょ、よいしょ、いただきます。うまー、これうまいわ。豚がめちゃめちゃうまい。これ脂身も赤身の部分も全部溶けんの、これ。しかもね、めちゃくちゃ甘い。びっくりした豚ちゃん、豚ちゃんと、うん、今これアク取ってて気づいたんですけど、油が溶け出してるんだ。相当柔らかいいい豚肉なんで、ちょっとしゃぶしゃぶしただけでもう脂がね、溶け出しちゃってるわ。そしたらこのラムもいってみましょう。ラム肉ちゃん、やった。はい、ラム肉と。ラム肉はこんな感じでございます。あ、うまっ。豚と違ってやっぱりね、肉質しっかりしてるんですけれども、ラム自体の臭みもね、ほとんどないですし、これもね、いいお肉だね。うまい。そろそろこれ煮えてきたんで、すき焼きの方食べましょう。生卵でと。はい、すげえ、これすき焼き、これうまそう。あ、たまらんね、これ。うまっ、これやばい。もうね、牛肉の口どけが半端じゃない。一瞬でジュワって消えてく。で、今回お野菜なんですけど、白菜とかネギで、お豆腐にね、白滝も入れております。うん、今日もまたやばいな、うますぎるわお豆腐ちゃんめっちゃ熱そう。これ今日相当お肉ありますけど、ペロッといっちゃうわ絶対。めちゃめちゃうまいもん。ただお肉に対してね、全然野菜が足りないかもしれない。なんかこんな贅沢な撮影してて誰かに怒られないかな、大丈夫今回の商品はね、冷凍で送られてくるんですけど、ぶっちゃけね、そこら辺のしゃぶしゃぶとかすき焼き屋さんで食べるお肉よりも全然いいと思う。柔らかさとかお肉自体のね、うまみ、この3種類どれもすごいよ。これ買って損しないな。もうちょっとね、これ我慢できないんで飲んでみましょう。やばい。
こういう料理食べてる時ってなんか贅沢してる気分になってテンション上がりますよね。いいしょだ。いて。ちょっとこの牛肉も贅沢にしゃぶしゃぶしちゃいましょう。牛しゃぶ軽く火入れしてと。おいった。贅沢な牛しゃぶでございます。うめえ。こうやってね、牛もしゃぶしゃぶにしてみるとよりわかるんですけど、牛の臭みが全然ない。この肉ね、うますぎるわ。ラム。これこうやってね、一列ずつしゃぶしゃぶしないとこれ間に合わない。時間かかりすぎるわ。ごめんなさいね。ちょっとこれお野菜と一緒に。考えるとこれしゃぶしゃぶもすき焼きも何年ぶりぐらいだろうってぐらい普段ね全然食べないんですよね。たまにはこうやって食べるのいいな。僕もねこのラムってほとんど焼きでしか食べる機会がないんですけど、シンプルにしゃぶしゃぶとかでもうまいんですね。なんかこうやって好きなものをドンと食べてると大人になったなって思いますね。でも今日用意してるこのお肉たちどの種類もね本当にいいお肉なんで、すきしゃぶセットですけどそれ以外のね料理に使ってもうまいと思うんだよね。この牛肉使って牛丼とか作ったらもうめちゃめちゃ贅沢じゃないですか。食べて。お豆腐が取れない。よっと。牛肉はこちらでラストでございます。よいしょ。よいしょと。ラムもこれで最後ですね。よっと。よし。で、最後に豚肉と。よいしょ。すき焼きはこれで完食かな。よいしょ。最後にしゃぶしゃぶと。よっ。これだけ食べても最後までうまい。はい、ということでこちらが最後の一口でございます。うまかった。ごちそうさまでした。はい、ということでただいま黒毛和牛ロースすき焼きと豚ラムしゃぶセット完食いたしました。いや、3種ともめちゃめちゃ美味しかったですね。正直なかなか普段では食べられないようないいお肉たくさん食べたんで今日めちゃめちゃ幸せでございました。で、今いただいたねこの3種セットの他にもこちらの極上牛タン3種盛りという別メニューもございまして、3種盛りの内容の方がしゃぶしゃぶ用のお肉、厚切り牛タン、そしてゆでタンと牛タンをふんだんに使った3種セットでございます。この牛タンセットもすごいんですよ。こちらの厚切り牛タンの方はタン元とタン中の柔らかい部分のみを選出して作っているメニューでして、またこのしゃぶしゃぶの方もお湯で通すと焼くよりも柔らかく感じるらしいんですよ。で、このゆでタンともう
タンの全てをね、味わい尽くせるセットメニューとなっておりまして、さっき食べたすきしゃぶセットでね、購入するとかなりお安くなるらしいんですよ。今の期間自粛して、自宅からなかなか出られないっていう人もいらっしゃったりとか、普段ね、贅沢できてない方、もうぜひこのセットを買ってもらって、家でね、贅沢味わってみるのもいいんじゃないでしょうか。こちらの購入ページにつきましては、概要欄の方に記載してございますので、ぜひそちらの方もご参照ください。もうね、さすがにお腹いっぱいなんで、この牛タンセットに関しましては、奥さんとね、夜美味しく食べたいと思います。はい、ということで本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったと思ったら、チャンネル登録、コメント、高評価お願いします。じゃあね。